茨城ダラダラ探検隊隊長龍でございます。アガパンサス見ごろ茨城イタコというねニュースといいますか記事がありました。はい、茨城県イタコ市信方西の県道沿いでアガパンサス、ちょっとね聞き慣れないお花の名前なんですけどもね、が見ごろを迎え、地元住民やドライバーの目を楽しませているというね記事を見ました。でちょっとねネットで調べたんですよ。そしたらねなんかこうね花火みたい、なんかこう打ち上げ花火のような感じでね咲いてる花で、なんかあれいいお花だななんて思いましてですね。でね花言葉は恋の訪れ、愛の訪れというね、すごくねロマンティックなですね、はい、花言葉なんですよね。もうこれはねロマンティックといえば、まあ、隊長流みたいなところがありますのでね、はい、これはちょっと、まあ、隊長としては見に行くしかないなということでね、はい、車を走らせました。ただねギリギリ日が暮れるみたいな時間に行ったので、ギリギリ間に合うかどうかっていうところで実は迷ってしまいましてですね、はい、信方西という交差点はあったんですよ。なのでそこをまあね曲がったら偶然たどり着けたというね、ギリギリ明るいうちにたどり着けたという感じで、はい、行ってきました。どうぞ。日が沈んじゃう、やばい。日が沈んじゃうとね、多分撮影してもね綺麗に映らないと思うんですよね。急いで行かなきゃ。日が隠れてしまった。
Thank you.